それではラインナップをどうぞ。まずは DJ リーグ富山ブラウジーズです。 2011-12 シーズンはアウェー戦からスタート。初戦の相手は新潟アルビレックス BB です。敵地で勝利するブラウジーズを見るため、激スポは新潟取材に行ってきました。15日16日の試合を続けてどうぞ。やっぱりアイラ・ブラウンですかね、身長でバンバンのダンク決めてほしいですね。もう新しいライジアイターすれば、僕はハーバーが大好きなの。ハーバーに頑張ってやっぱり情報選手の実績とスリーポイント、たけしさんが頑張ってるところはいっぱい見たいです。新潟市で行われた富山ブラウジーズの 2011-12 シーズン開幕戦、富山からは多くのブースターが駆けつけました。相手は下地ヘッドコーチがアシスタントコーチを4シーズン務めた古巣新潟アルビレックス BB。 その司令塔はかつてブラウジーズに所属していたマーリーです。新潟は前の週、信州ブレイブウォリアーズとの開幕戦を1勝1敗としていて、勢いに乗ろうと待ち構えます。敵地に乗り込んだブラウジーズのメンバーは気合い十分。中でもチームキャプテンに選ばれた相田、堀川の2人は一段と顔を引き締めます。最後に合流した大型センターターナーはこの日、選手登録はありませんでした。攻撃的なチームに生まれ変わったブラウジーズは開始直後から新潟をリードします。ゴール下でしっかり仕事をこなすサーシ、アイダのパワープレーがチームを勢い付けます。外国人選手がハッスルする中、さらにこの男がコートに戻ってきました。怪我のためプレシーズンゲームでは控えに回っていたハーパー、ボールを持つや攻撃の流れを作ります。11点リードから始まった第2クォーターは一時19点差まで新潟を引き離します。しかし第3クォーターになると攻守が逆転。新潟は司令塔マーリーを中心にブラウジーズを上回る得点を挙げます。そして8点差まで追い上げられた最終クォーター、ブースターの後押しを受けて新潟が猛攻を見せます。そして残り4分、ホルムのシュートでついに逆転。ここから試合はシーソーゲームが続きます。ファールを誘ったジョーホ、ツースロー、しかし残念。そして残り30秒、下地ヘッドコーチは試合をジョーホに委ねました。情報は時間をいっぱいまで使い、最後のドライブ、見事ボールをネットに詰め込みます。これが決勝点となり試合終了。グラウジーズは81-79で接戦を制し、開幕戦を白星で飾りました。前のプレーも下地さんが僕に任せてくれて、ファウルはもらったんですけど、フリースロー外しちゃったんで、一回失敗してるから次来ないと思ったんですけど、やっぱ信じてくれてて、その気持ちに応えようと思って、絶対決めようと思いました。絶対勝てるのと、絶対流れがこっち来るからと、勝負どころ来るからその時勝てばいいからと、勝ったか負けたかだったら最後勝てばいいと、慌てる必要はないよと言いますし、でもそれでも勝ち切ったってことは絶対自信になるんで、前の日は白星を挙げたものの、試合後半は苦しい展開でした。連勝を狙う下地ヘッドコーチはリバウンドを修正点に挙げ、選手をコートに送り出しました。第1クォーター、グラウジーズは新潟を上回る攻撃力を見せます。さらに下地ヘッドコーチの指示を実践して積極的にリバウンドを取り、グラウジーズがリードします。しかし第2クォーターは立場が逆転。
ブラジルは互いのリバウンドで競り勝つことができず、主導権は徐々に新潟に移っていきます。1点ビハインドで後半へ。第3クォーターはサーシーのダンク、情報のスリーポイント。アイラは新潟ブースターをも熱狂させるこのプレーで追いかけますが、点差はじりじりと広がります。しかし最終クォーターでも新潟の攻めが上回り、試合は結局75対85でグラウジーズが敗れ、シーズン開幕戦を連勝で飾れませんでした。前日は勝利を決めるビッグショット、この日は両チームの中で最も多い21得点を挙げる活躍を見せた情報は、試合後チームとしての成長を誓いました。まだ3ポイントを打つタイミングがあんまり良くないのと、良くないんですよ。まあ、そこはもうちょっとチームでしっかりもっと練習していきたいところですね。アウェーで1勝1敗っていうのは、まあ、自分たちにとってはいい出だしかなと思います。まあ、連勝もいいですけど、まあ、負けることでやっぱ気づくこともあるんで、まあ、1勝1敗で、まあ、開幕戦は良かったと思いますよ。グラウジーズはアウェー戦で1勝1敗と上々の滑り出しを見せました。グラウジーズは次の試合、西地区の京都ハンナリーズとアウェーで対戦します。次の勝利に期待しましょう。